こんにちはーアカデミ堀秀夫です今日は FBA 納品設定、まあ、途中まで作った納品設定に商品を追加する方法です。まあ、商品を選んで、ね、先、えー、ンリプレッシュインベントリーをクリックすると、まあえー、切り替えますかと、納品しますかというのが出てきます。で、Yes Continue をクリックする。そうすると、えー 途中まで作ってる納品設定がある場合は、この Add to an Exiting Shipping Plan というのが出てきます。はじめはこの Create a New Shipping Plan の方にチェック入ってますんで、この Add to an の方に移します。そして、途中まで作ってるシッピングプランを選択して、で商品を追加していくと。でこうしないとね、えー、納品設定がいくつもいくつもできてしまいます。 そうすると、えー、まあ、見、見にくいというか、いうのもありますし、あと、それから今はね、シドニーの物流センターができましたんで、まあ、納品設定がメルボルンとシドニーに分かれる場合もあると。ね、あの、一つの商品を補充なんかで複数入れるときは分かれる可能性もあります。えー、そのときは無理に一緒にしないで、えー、分けて納品した方が、えー、売れ行きは伸びます。えー、そんなわけでね、えー、納品設定、 あ後から商品追加したときには、そのまま、えー、クリエイト e ンニューの方のまま進んでいく、進んでいく、えー、ことはせずに、このアドトゥーアンの方にね、チェックを移して、で、納品プラン、一つの納品プランに、えー、どんどん商品を追加していってください。で、一箱溜まったら、まあ、納品しちゃった方がいいんですけど、まあ、仕入れた商品で二箱,3箱、ね、三箱、ね、あるいは四箱、五箱になった時も、まず全部を 一度ね、えー、まとめて納品プランを作って、どういうふうに納品プランができたか、えー、それに合わせて、えー、納品プランをもう一度、えー、商品を削ったり、あるいはね、えー、商品を追加したりして、設定をしてきますんで、まずは、納品設定していくにあたってね、えー、全部を一つの納品プランで作っていくというのをね、えー、覚えておいてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。